動物の森に課金要素があることを示すレーティングインゲームパーチャーズっていうのがねついていることが分かったんですよ。大人も子供もね様ごきげんよう、グールド。はい、ということで集まる動物の森の新しい情報っていうのがね出てきたんですけども、なんとですね今回動物の森に課金要素があることを示すレーティングインゲームパーチャーズっていうのがねついていることが分かったんですよ。でこのインゲームパーチャーズって一体何なのってね方もいると思うので説明させていただきますと、これはゲームを購入した後に別の有料課金要素が入ってくるよっていう表示らしいです。ということはそう、有料課金やってまいりました、ありがとうございますってのは置いといて、皆さんのね今の気持ちわかりますよ。任天堂やったな。いやね、僕もねまさかとは思いましたが、そのまさかなんですよ。じゃああつ森に有料家具なんかが追加されるんじゃねえの？だったら再現もないし、一部のコアファンが離れるきっかけになったポケモリと同じ道をたどってしまうのではないか、その不安僕も抱いておりますよ。しかしもう一つの可能性があります。それはダウンロードコンテンツ。ダウンロードコンテンツといえば任天堂は他のゲームでも導入しています。大乱闘スマッシュブラザーズのファイターパスだったり、ファイアーエンブレム風化雪月の追加コンテンツすす闇の章、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドの試練の覇者エーケスたちのバラットだったりと、何も集まれ動物の森に限った話ではございません。ではでは集まれ動物の森も新しいダウンロードコンテンツなんじゃないのっていう見方もできるわけでございます。じゃあどのようなダウンロードコンテンツが来るのか、現実的なラインで見れば、例えばサブ島が作れないことをここで解消するためにリゾート別荘地である島が新たに制作することが可能だったりとか、さまざまなデザインを追加できるデザインパック、あるいは新たな住民を追加するための住民流罪パックなど、動物の森のゲーム性から見ればこれらの要素が新たに来ても何らおかしいことではございません。そもそも考えてもみてください。過去の事例からカード E プラスだったりとかアミーボカード、あれまさに追加課金要素の一種と考えることはできませんでしょうか。何も今回からついにってわけでもなく、任天堂は同じような手法を手を変えて様々と動物の森に導入してきていたわけなんですね。ただ一つやはり懸念点といたしましては、有料課金者と無課金者の間に優劣の差ができてしまうことだけは避けていただきたい。ゲームを円滑に進めるための課金というのはユーザーは求めていませんし、スローライフを歌ってるくせにポケモリで時間短縮という生き急いだコンテンツでやらかしているのをユーザーは忘れていません。そこは任天堂も重々承知の上で今回の有料課金に踏み切ったことだとは思いますが、過度な期待を寄せすぎて盲目的な希望にすがるのはやめましょう。一消費者として一歩引いた上で任天堂の素晴らしいサービスを期待しておきましょう。とまあ現在海外でこんな表記に関する情報が出てきたわけではございますけども、あくまで確定した情報ではなく存在するのではないかというね情報のようです。とはいえ課金要素が来る可能性が大いに存在するのも事実。皆さんもぜひ来るかもしれないんだなと心して待ちながら、実際に来ても落胆しすぎないように今のうちに注意しておいて動向を見守りましょう。にゃいにゃい。はい、ということでね、罪人村での一日がスタートいたしましたということで、ちょっと何、手紙何これ、怖いんだけど。節分のプレゼントだ、なんだこれ。ん、何これ、ちょっとつけてみようか。いや全然節分関係ねえじゃねえかよ。何これ、ヒゲメガネ。なんだよなんだよ、まったくよ。あ、そうだ、なんとですね、エソちゃんね、最近ね師匠のとこに入り浸ってんですよ。ああ、こういう言い方しちゃうとみんな勘ぐっちゃうからな。で、まあ、なぜかというとですね、これ見て、エソちゃんレパートリー、ほらーすごいっしょこれね、めちゃくちゃ増えてんすよ、いっぱい、っていう感じで、まあいろいろとレパートリー増やしてます最近は。でですね、なんとですね、罪人村
新しくね、作っちゃったんですよ。あれを。ちょっと見てくれ。はいはい、こちらになります。はいはいはい、どけん。ほら。ここ、ここ。ね、皆さんこれ知ってます？これ行ったことあります？これ博物館っつうね、使わねえやつなんだけど。仕事しろ、おめえはよ。ほら、ここ見て。2階行ってきたの。ついにね、作っちゃったんすわ。エソちゃんも。博物館の2階を作るためだけにね、2、3年間かけてるやつなんてなかなかいないよ。ねえ、しかも実況者で。すごいでしょ、この遅さ。お前寝てんだよ、お前。あ、これは、金のスコップだ。これいくら？早くしろよ、おめえ。は、すいません。ちょっと休憩してました。そちらの商品は銀のスコップです。いや、わかるよ。な。こちらの商品は当館の化石コレクションが15点を超えた記念として販売しているんですよ。あ、マジで？いくら？これ。え、安？え、大丈夫お前。経営成り立ってる。俺もっと5億ベルぐらい取られるかと思ったわ。買う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 。来ちゃったよ、そちゃんもついによ。銀のスコップ？これ何これは。ミュージアムの床です。あ、ミュージアムの床。ちょっと見せて。見れねえの？ねえ、貼るよ。これ大丈夫かなこれ。経営成り立ってんかな。在任博物館、ミュージアムショップと企画展示のフロアへようこそ。ミュージアムショップの品数が少ねえ。ああ、なんかちょっと展示したいな。うん、これ、自由に展示できるのか。展示室1でいいよ。いや、高えな。金取んの？そこでこいつは金を得ていたのか。なあ、だがエソちゃん払わないから、金、稼げないっす。あら、よろしいんですか？こいつ、契約しろよ。ではまた、ご利用なる場合はお気軽にご相談してください。こいつ人が気持ちよく寝てる時に起こしやがって。マジ、後でぶっ殺す。怖えな、なんかあいつ考えてそうだな。これ持ってんの？もしや。なんですぐ寝るんだよ。伸びたかよ。あ、これ、あ、展示パーテーションつんだ。へぇー。あ、そう。いくら？いや、高いな。いや、銀のスコップで金取れよ、お前。なあ、金取るとこ間違えてるぞ。いや、まだ寝たし。何これ。あ、これロッカーとかもしや繋がってる？おい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 、家のロッカーと繋がってんじゃねえかよ、お前。プライバシーもクソもねえな、ここ。どうなってんだよ。じゃ、ちょっくら？この銀のスコップの性能、試してみっかね。うわ、かっけえ。やばいわ。いや、その辺にあるスコップと変わんねえけどな。てか、銀のスコップって何の要素が追加されてんのこれ。え、何これ。こういうのとか、もしかして取れる？あ、もしや。この岩を叩いた時に、なんかめちゃくちゃ出やすくなってるとか、そういうやつ？もしや、もしや。そんな便利機能ついちゃってるの？銀のスコップ。あくまで推測だけどよ。今まで銀のスコップを一度持ったことがなかったからな。おれ！うっ！すげえ力！攻撃力プラス85ぐらいあるぞ、これ。もしかして結構壊しやすいのかな？これでもしかして家とかもぶち壊せる？この豚の家とか。ほら。ほら。いいんじゃねえよ、おめえよ。なあ。ほら！はいよ。あ！なんだこれ、銀のスコップの効果なんかできたぞ。これ何これ。あ、ダンゴムシか。いらねえ。ほらほら。なんだよこれ、何も使えねえじゃねえかよ。ほらほら。あ、もしや1回で2マス掘れるとかじゃね。ほら。あれ、何これ。ちょっと待って、銀のスコップの性能を見てみようか。これどういう効果。おい、マジかよ。時々よ、鉱石がめちゃくちゃ出るようになるらしいよ。あのベルと同じように。そんなやべえのある。俺一個ぶち壊したけど、あれでもう終わりかな。ってことは矢をどんどんぶったたけってことか。ほら。あ、え、ちょっと待って、これ以上お金出てんじゃねえの。おい、マジかよ。損してんじゃねえかよ。おい、あ、くそ。おい、ぶたれ。ちょっとこの雪玉さ、重くそでかくして。あ、それぶち壊そうぜ。破壊の衝動ってのも楽しみたいからな。え、お、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 え、お。さーて、こん中やられてぶち壊すか。え、え？皆さん、お集まりいただきありがとうございます。では、今から、エソソによる雪玉割りでございます。では、早速、行きましょう。おれ！ありがとうございました。
バカクソつまんねえな。親愛なる同志諸君、動画の視聴誠に感謝する。未だチャンネル未登録の者は左のシンボルアイコンよりチャンネル登録をお願いしたい。君が動画を求める限り、コアラズゲームショーは YouTube に存在し続けることをここに宣言する。